ひ金うは、中華民国の軍人。国民軍、国民政府、西北軍に属した。要古城の有力な配下である。旧名は、高志葛羅、聖一、慶行などがあるが、字の金屋で一般に知られる。1909年、中国同盟会に加入する。翌年春に、山西有久師範に入学した。1913年、 遠釈山が組織した進む盲隊に参加し、偵察員に任命されている。同年冬、進む軍に一旦加入したが、1914年2月、水塩特別区に赴き、水塩将軍、長将祖の下で、罰管局局長を務めた。1918年、先制省に赴いて、固形よく率いる安国軍に加入する。まもなく、安国軍の有力士官である、 楊古城の招兵を受けてその配下となり、後に、靖国軍第三祖事、第三団団長に任ぜられた。1925年、国民軍第三軍第三市、第六度々町となる。1927年春、国民革命軍、第二集団軍第十軍第一市市長に昇進した。1928年秋、軍縮、再編に伴い、 第2集団軍しばらく編、第21市、第1旅旅長となった。1929年4月、陽子城が、兵局省から離反して、小解析に着くと、兵金夜もこれに随従し、新編第14市の旅長を務めた。1931年4月、第42市市長に昇進する。その翌年に第7軍軍長となって、先制省政府委員も兼任した。 1936年1月、陸軍省省を授与されている。西安事件後の翌年に1月、第27総除軍総指揮に任命された。これより、表金屋は、両引いる、西北軍から離脱している。同年9月、第2戦区第14軍団軍団長に任命され、翌月には、第14集団軍総司令代理に任ぜられた。同年夏、山西聖医師となる。 10月、第1戦区副司令長官として、落葉に駐屯している。1941年、チャハル省政府主席に任せられた。日中戦争勝利後の1946年10月、第11戦区副司令長官に任せられた。また、カルガンクチ水税交渉副主任も兼任している。さらに、政権国民大会代表にも当選した。 1947年12月、表金屋は国民政府主席北平行長い副主任に就任する。翌年8月、河北総秘総司令部副総司令に任ぜられた。1949年1月、風作儀が北平を無欠解除すると、表金屋は下屋して、北京で民間人となる。1956年夏、中国国民党革命委員会に加入して、 北京市民側第13支部委員となり、同年冬には北京市第一期政治協商会議委員となっている。しかし1958年、反右派闘争の中で、京金屋は右派分子とみなされて民側から除名される。翌年には、洋古城の失脚、死に対する罪を問われて収監されてしまった。1961年、病気を理由に釈放されている。 1963年1月22日、氷ょうは、西安にて病没。去年74。1980年4月、民ん北京市委員会は、氷の右派認定が誤りであったとして、その名誉を回復させた。ありがとうございます。